来年も選手とスタッフと、サポーターの皆さんと徳島ヴォルティスで、戦いたい気持ちはすごくあったんですけれども、残念ながら、解任ということで、チームを去ることになりました。とはいえまだ終わってませんので、実感もまだ湧かないですし、週末の清水戦に向けて、最後までしっかり、チーム一丸となって戦いたいっていうふうに今はその気持ちしかありません。はい。まあ、今まで通り、1年間築き上げてきた、アグレッシブで、コレクティブな、まとまりのある戦いをチーム一丸となってやっていきたいというふうに思ってます。はい。まあ、個人的にはすごく楽しみだし、その尊敬している方ですし、ここのタイミングで対戦できるっていうのも、これも一つの 何かの縁で、その対戦そのものは個人的には楽しみたいかなっていうのと、あともう一つは本来はやっぱりお互いっていうか、清水さんはね、優勝争い実際にしてるんですけども、僕らは昇格争いもできませんでしたので、本来はそういう状況で、戦いたかったなっていうのが本音のところですね。はい。サッカーの指導を専門にできる大塚製薬サッカー部 のトップのコーチであったり、その後育成の U15 の監督をやらせていただいた3年間もありますので、やっぱり指導のスタートを切らしてもらった土地ですし、本当に感謝しかありません。できればもっともっとサッカーを通じて徳島を盛り上げなきゃいけない立場だったんですけども、それを果たすことができなくて、本当に結構期待もしていただいて、いろんな方に声かけていただいてましたので、そこは本当に申し訳ないなっていうふうに思ってます。はい。プレーオフに入れなかったので残念な気持ちと、まあ、残念な気持ちの方が大きいですね。最後に来てっていうのはありますけど、まあ、負けてないので、まあ、いい感じなのかなと思います。まあ、今年監督が掲げている前線からのサッカーっていうのをしっかり最近は体現でき始めていると思うんで、それを最後はしっかり出し切っていいサッカーで終えるようにやりたいと思ってます。清水が勝てば昇格っていう状況なので、それだけはなもう前提で阻止して、もう自分の点よりもチームの勝ちを優先に、チームで求められていることをしっかりやりきりたいと思います。